ちは、脳のこの具体といいますのは、まず何と申しましても、背景が全く変わりません。で、今日皆様に、とても想像していただきたいことは、この奈良の葛城山のですね、この雪深い情景というのをまずこうずっと念頭に置いといていただけるとありがたいと思っております。で、脳ではですね、珍しくですね、今回前しての、衣装とも申しますか、紛争がですね、この傘をね、雪道を歩いてくるわけなんですけども、傘をかぶってます。でもこの傘にもですね、雪が積もってるように綿を、ね、乗っけてあります。本物の雪じゃないですけどね。それとあと持ち枝、あとで焚き火として焚く枝を持ってるんですけども、そちらの枝の方にもですね、雪があえてこうかぶせてあるという、とてもね、写実的な演出がなされております。で、この葛城なんですけれども、まず皆様に知っていただきたいことは、前しても、女性、ね、この伊織にいらっしゃる、女性、中年女性、それから、後しての方は、この葛城、の、女神となってございますけれども、この主人公であります一言の木の御事というのは、男性でございまして、そこがですね、まず大きく、この物語を作るにあたって変わっている部分でございます。で、どうしてその、本来男神であるべき、主人公を、この、女性にしてやるかってことなんですけれども、これには、この作者の意図がとても大きくございまして、歴史的に見ましても、この女性だという記述は脳以外にはありません。ということはこの、作者がおそらく考案なさったものだと思われます。どこなのか能楽の、始拍子、お囃子というものは、皆様から見て一番右側ね、笛が並びます、ね、そして、次は、型に乗せてポンポン打つね、ポンと音が鳴る特徴的な小鼓、ね、和楽器の代表的なね、打楽器かもしれません。そして私が担当しております大鼓ですね、小さな鼓と書いて小鼓、大鼓というのは大きな鼓で大鼓となっておりますね。そして一番最後は、太い鼓と書いて太鼓とは言わずに、太鼓というふうになっております。で、そこに謡が入りますと、五人囃子ということで、この大鼓なんですけれども、馬の皮でできております。火鉢がありまして、そこにね、備長炭の炭を山のように積み上げまして、それで、30センチぐらいまで近づけて乾燥させるんですね、放じるんですね、そうすると皮の水分が抜けますと皮は硬くなりますね。このオレンジの紐、しらべって言うんですけども、このしらべをもうこれでもかっていうぐらいね、結構ギチギチに、締め上げてしまいます。この小締めという部分で寄せ上げてるんですね。ここを持つんですけれども、一番音を鳴らすところを張るために寄せ上げています。いくら分厚い馬の皮といえども、あんまり長い間使えないんですね。舞台で使えたら、10回ぐらい使えたらいいんじゃないかなと思っております。
大鼓の皮は消耗品なんです。で、間に挟んである胴というのは、桜の木の胴でできておりまして、これで300年ぐらい前の胴だと思います。蒔絵という絵が描かれていまして、刀の瓦の岩との前、刀の瓦の岩との前、天の田山の向かい、どう、かつらき。